野崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、新人王セリーグ編です。はい、お待たせしてますね、はい、ちょっと1週間ぶりの投稿になってる可能性があります、はい、開幕したらね、うん、忙しいのよ。あ、そっか、うん、総チェックとかしてるから。もうそうそう、もうやらなきゃいけないし、はい、通常投稿は週3回だからね、うん、はい、総チェック2回になるし、うんうん、ってなったところで、はい、多分1週間ぶりになってる可能性あります、はい、今日か。わかりました、はい、皆さん、ね、じゃあパリーグ編からちょっと空いてるってことですか。そう、パリーグ編から1週間経ってる可能性が。わかりました。ちょっとコロナで休んでてね、はい、本当はもう開幕前に出すやつがずれ込んできてんのよ、うん、はい、開幕にね、はい、まあ仕方ないんだけどね、はい、そこをね今日やっていきますけども、はい、まあね、もう始まってるんでね、うん、今は始まってないけど、はい、もう始まってるんでね、明瀬選手が離脱してる可能性もあるっていう怖さが、ね、怖さがある、はい、まあ、その中でもういいですか。はい、決めました、はい、だからね、今日初めて見たっていう方は、うん、3人ずつ言ってどっちが当てるか、はい、新人王を取ったら1点、はい、特別賞を取ったら 0.5 点で、はい、どっちが多くのポイントを取るかっていうところの袴田さんと佐々木と新人を見る目勝負になりますけども、はいはい、でも多くのポイントって言っても絶対1点か 0.5 点しか取れないですよね。その年1人しかいないわけですからね。でも特別賞3人とかいるじゃん。あ、そっか、そういうことか。そう、去年とかでも新人王は栗林と宮城だったけど、はい、佐藤輝、日本ハムの伊藤、阪神の伊藤とか最高2点取れるんだ。だから最高2点、最高2点。だから新人王外しても全員特別賞で選ばれてたら、はい、1.5 点取れるから、だから俺が新人王当てた1点、はい、でも袴田さんが新人王当てなかったけど特別賞3人全員入っただったら 1.5 点になるから、こっちの方が勝ちってことですね。勝ちになるの。そうそうなの。そういうことか、うん、はい、だからこれ、この 0.5 点何が重要なのよ。いや、まあ特別賞そんなにないでしょうけどね。まあ選んでいきましょう。去年も5人ぐらい選ばれたから、ね、見ましたね。さあということで、じゃあ、はい、ドラフト1位からね。はい、いいですか。はい、せーの、大勢桐敷。おお、阪神、巨人の大勢、太田大勢としてね。そうですね、うん、もう下手したら守護神ね、はい、なるかもわかんないし、うん、まあ、リリーフで巨人でああいうタイプっていないから、はい、ひょっとしたら新人王あるんちゃうかっていうね、うん、私は今桐敷投手はまあ開幕ローテーションに入って10勝、うん、10勝を10勝、もう私は新人王10勝がやっぱ一番早いと思ってるんで。先発派、先発派なんです。これ結構リリーフ派、守護神派かもですね。そう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 、私も先発で。去年のね、伊藤も10勝して、はい、でまあ特別賞ね、はい、もらったから。そうか、でも去年は抑えですもんね、栗林投手っていう。そう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 、うん、でもやっぱでも宮城が先発で、先発でしたね、うん、はい、私も先発派なんで、うん、桐敷で、桐敷投手で、はい、俺も一応入ってた、桐敷入ってました、うん、1位で来るとは思わなかったけど。そうですか、うん、いや私佐藤さん来るんじゃないかなと思ったんですよね。いやいや、桐敷は3位ぐらいで取っといた、はい、3位ぐらいですか、うん、じゃあちょっと待って、2位どこ行こうかな。次、俺だって4人しか持ってきてないからね。私5人入れてるんですけど、うん、じゃあ次、はい、決めました。いいですか、はい、せーの、赤星、はい、あー取られたー。そうやー、あー行けばよかった。絶対選ばないと思ったんですよなんでなんで。なんか直感で嘘や、欲しかった1番手赤星投手行こうと思ってたんですよ。俺は1位袴田さん赤星来るんちゃうかなと思ってて、もう1位候補だったんですけど、うん、佐藤さんなんか選ばなそうだなと思って、3番手でも取れるかなと思ってあー嘘、私もう無理でも言ったじゃん、2位誰。鵜飼選手。あ、中日、はい、あ、この3人でどういう順番にしようかなと思ったんですよ。あー赤星投手欲しいこれがドラフトの妙だからね。そうですね、うん、ドラフト会議ってこういう気持ちなんでしょうね、まあ、そう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 。でもまあ赤星はね、はい、オープン戦もいい感じだし、うん、まあ、巨人はね、うん、先発ローテーション、まあ、新外国人選手がまだ入ってきてないんで分かんないけども、はい、うん、今日の動画までに多分投げてると思うのよ、うんうん、1回2回ぐらい投げてるかも分かんない。そんな遅れますか、この動画。遅れちゃうんだよね。あ、そうなんですね、うんうん、だからまあどうなのかね分かんないけども、はい、いやチャンスはあるんちゃうかっていうね。いや、ありますよ。先発行っちゃったんですか、うん、そうそう、うん、なんでなんでいや、なんかリリーフ派とか言ってたんで、またそっち来るかなと思ってあ、でもいいじゃん、鵜飼取れたからいいじゃん。いや、そうですそうです、鵜飼、うん、選手も欲しかったんで、うん、はい、鵜飼選手も中日の打線をもう牽引していくぐらい、うん、しかも空いてるしね、はい、ポジションもね、多分出るんじゃないかなと思うので、うんうん、これはもう3割近く。ブライトじゃなくて鵜飼派なんだね。鵜飼くんかなっていうので、うん、はい、打ってね、打って打ってで、はい、じゃあ、はい、ドラフト3位ですね。うわ、どうしよう、もう予定崩れたわだから赤星、桐敷にしてたら取れたのよ。そうですね、一緒の同じ名前はじゃんけんとかしないから。うん、そうですね、うん、これが難しいところでしたよ。欲しかったな、じゃあ決めましょう。じゃあこれでいこう、もうそれ決定。でも3位は絶対取れるのよ。あ、そうですね、うん、かぶっても、まあ今まで誰もかぶってないけど、今どっちにしようかなっていう、うん、悩んでんの、はい、うわ、先生に相談したい、どっちがいいってどっちがいいだぞいいですか、はい、ドラフト3位の発表です、はい、せーの、高橋遥人。高橋
橋ひろとです、うん、はい、あ、一緒ですか。はい、一緒です。ここは一緒になりましたね。一緒ですね、うん、はい、まあ、ここは多分ローテーション入ってくるんちゃうかっていうところで、はい、まあ、1年間持てれば面白いんちゃうかっていう。いや、中日のすごい若い戦力になるだろうなっていう、ね、はい、うん、誰で迷ってるの。堀田健心。ああ、ここは高橋で出てくるんじゃないかと。でもちょっと高橋を信じました、うん、だって俺4人しかほら見て、大勢、赤星、高橋、桐敷。あ、私赤星、高橋、鵜飼、桐敷、堀田で5人選んでいて、うんうんうん、で西川貴也選手とかもちょっと、ね、うん、迷いましたけどね、うん、まあ、鵜飼選手にしました。あとはまあ広島のね、はい、黒原とかもいますし、はい、まあ、スイングは結構人いるんですよね。2年目以降の人とかも、ね、うん、そう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 、赤星投手欲しかったな。だから赤星、桐敷だったら取れて取れましたね。わ、まあ、かんないからね。でも鵜飼選手ももちろん私は欲しかったんで、うん、でこの3人で、うん、まあ、3人だけど実質2人勝負だね。そうですね、うん、え、じゃあちょっと先生はいんの、どうですか。、うん、いんの、候補いますか。僕はね、一押しは中日の石森、うん、はい、あ、あの熊本、はい、はい、本投手もいいんじゃないかなって、うん、石森大成投手、うん、うん、はい、で2人、はい、もう一人は迷ってるんですよ、これ、うん、本当は DeNA の入江君、うん、あ、はいはい、ドラフト1位、去年2年目やったんですけど、うん、行きたかった。ちょっとここはあんまり最近ね、あんまり良くないっていうところで、うん、阪神の田辺君もいいんですけど、うん、ここは山崎伊織投手、うん、あー、巨人の、はい、我が兵庫県出身なんで、はい、兵庫県って広いやろ、まあ、ということで、うん、はい、山崎君を推したいなと。はい、大西君、石森君、山崎。おー、いいね、かぶってこなくていいですね。っていうところを押します。はい、これじゃあ勝負だね。勝負ですね。今9人出ましたからね。あ、9人じゃないか、かぶってるので、うん、じゃあ高橋変えようかな。そうですね、別の方がいいよね。それの方がいいと思います。そうしますか、うん、じゃあ俺掘ったりするわ。じゃあ え掘った通しに行くんですか。うん、だっていない掘った誰も取ってないでしょ。まあまあそうですね、うん、じゃあ俺掘ったりするわ。はい、まあ私は選ばなかったわけですからね、うん、はい、じゃあ俺全員巨人になっちゃったね。そうです。いや、うん、今年はだから巨人すごい面白そうなんですよ。まあそれだけ戦力がいないってことでもあるんだけどね、はい、新人が頑張らなきゃいけないっていうところでも、まあ、そうですね、うんうん、じゃあそれにしよう。そう、分けた方がいいもんね。高橋譲る。高橋、ホッタ、なんか佐藤さんとだと、いや、なんかそっちも惜しくなりますよね。じゃあホッタにする。大丈夫です。まあ、ということでね、はい、皆さんもぜひね、うん、一緒に、はい、まあ、答え半年越すからね、はい、もうでも投げてるからね、どうなってんだろうね。そうなんですよ、分かんないですね、うんうんうん、だからまあ今ね、もし投げてたり試合出てたりした場合は、はい、これテロップでその登板の様子の成績が出てますんでね。離脱した時はちょっと、あ、そうですね、あの何日登録抹消っていうのもね、はい、あの出ますけども、はい、まあ、1年ですからね、はい、皆さんね、うん、ぜひ頑張ってもらってね、はい、プロ野球を盛り上げてください。はい。